さんです、今回ですけども、タイトルとサムネにもある通り僕の愛車紹介をしたいなと思います。よいしょ。でね、もう見えてるんですけど後ろに、ちょっと今ね、僕の今撮影してる場所がバイク置いてるなんか共同の地下駐車場みたいなところなんで、ここではあんまり大きな声出せないんで、場所を後で移動してからちゃんとねバイクの紹介しようと思うので、ちょっと待っててください。まあなんでこの動画を撮ろうかなと思ったかというとですね、昔 Twitter しかやってない時、結構バイクとのツーショットの写真を上げてたりしてたんですよ、 SNS に。まあ例えば僕のファンの方は知ってくれてると思うんですけど、でその時に僕がバイクを乗っているっていうことは知ってもらえたと思うんですよ。ただ何のバイク乗ってるのとかっていうのを一切紹介したことなくて、まあ、結構ね最近ね、まあ、インスタン DM とか、まあ、TikTok ライブとかもしてる時にバイクの紹介してほしいみたいな、どんなバイク乗ってるのって結構コメントもらうんですよ、みんなに。ということで、今回はねちょっと僕の愛車紹介をしようかなと思って動画を回してます。じゃあもうね早速ね、今ね僕あの地元の友達をちょっと一人呼んでて、この前ちょっと動画出演してくれた人とは違うんですけど、またもう一人地元で仲良かった友達を一人呼んでるんで、ちょっとその子と一緒に軽く2時間3時間ぐらい走りに行こうぜみたいな話が出たんで、ほんと久々に走りに行こうかなと思って、まあ外でねちょっとバイクの紹介をしようかなと思います。最近までねこのバイク壊れてて、エンジンはかかってたんですけど、なんか走り出せないみたいな状況だったんですよ。多分バイク乗ってない人からしたら何言ってんのこいつって感じなんですけど、火が飛んでないっていう状況になってて、パワーが出ないっていう言ったら力がなくて前に出ていかないみたいな状況でね乗れなかったんですけど、本当ちょっと前に僕がねバイク壊れた時とかパーツ変えたい時にお世話になってる人が来てくれて、その人にちょっとババババと直してもらったんで、今ちょっと絶好調のバイクになったんで、本当久々なんですけど走りに行こうかなと思います。それじゃあ行ってきます。はい、ちょっとねさっきねバイク乗り出すって言ってから、まあ、30分ぐらい経ったんですけど、まさかの緊急事態でまた火が飛ばなくなったではないか、なんて言うんだあれ、エンジンにねガソリンがいかなくなっちゃって緊急でバイク直してて、まあこれが終わったらバイクの紹介しようと思うので楽しみにしてください。はい、外に移動すると言ってね、いろいろ試行錯誤してたんですが、まあ一応ね外は行ってきたんですけど、まあ、走ることはできるんだけどパワーがないみたいな状態で、ね、今2番だけ死んでて、結局まあちょっと外の撮影難しいということで諦めて家の中で撮影したいと思います。まあ、家というか駐車場で撮影したいと思います。本当はねちょっと明るいとこ行きたかったんですけど、いや申し訳ないです、ちょっとハプニングが起きて、バイクもともと壊れてて最近まで、で直そうと思って直したんですけど、直ったと思ったらまた壊れちゃって、最近もううわもうこれは絶対いけるでしょうと思ったらさすがにやっぱ無理でね、時間がある日に友達を呼んで原因を探るしかないなっていう感じです。まあこの状態でもバイクの紹介はできるんでね、このままやっていこうかなと思います。まあ僕の乗ってるバイクはこんな感じの見た目をしていて、まあ、一通り見せると、まあ排気量で言ったら 750cc 7半のバイクですね、まあ、大型バイクですね。こんな感じになってると、ちょっと隣に FX 止まってるんですけど友達のでね、まあ僕のこの乗ってるバイクは、まあ、どんなバイクかっていうと、通称 Z2 と言われる Z750RS っていう川崎の大型バイクですね。1974年のバイクですね。だからもう本当にもう今で言ったら50歳ぐらいのバイクなんで、生産も販売終了してて、特に買うってやったらまあ500万からになるのかな、調子に買うってなったらそのぐらい。今フレネがついてる、まあ、時計みたいなもんでね、旧車っていうのはめちゃくちゃ値段が上がってて、時計みたいな感覚で、まあ、資産として持つ人もいるんでね、まあ、僕の資産はこれかなっていう、まあ僕は手放す気はないんですけど、こんな感じのバイクに乗ってますよという紹介でした。まあ、よくねなんかゼファーと間違えられるんですけど、ゼファーではなくて、これサイドカバーとか見たら分かるんですけど、あと Z1 とかとも間違えられますね、似てるんですけど。でね、僕はなんでこのタイガーカラーの Z2 を買ったのかっていうと、まあなんか Z2 っていろんな色があるんですよ。例えば火の玉カラーって言われるものがあったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、僕はなんでこのタイガーカラーって言われるこの黄色いラインと白のラインが入った色を買ったかというとですね、まあこの僕の友達、まあ、今その FX っていうバイクが映ったと思うんですけど、この友達の親父さんが全く一緒の Z2 に乗ってるんですよ。でその Z2 を僕が高校生ぐらいの時に見た時に、本当かっこいいと思って、友達と喋ったりする時に、僕の中での Z2 はもうこのタイガーカラーしかないと、この色の Z しかないっていうので、僕はこの色の Z2 を
買いましたね。旧車も今どんどん値段が上がってるんでね、この機会にね、旧車に興味ある方はぜひ買ってね、資産として持っておくのもありなので、このようにバイク好きが増えると嬉しいですね、僕は。いやー渋いな、やっぱこうやって触って直して触って直しての繰り返しで、まあ、それが楽しいんでね、僕は本当僕の趣味みたいなもんなんで、これは、まあ、これからもね楽しんでいこうと思います。そして僕ね、あの TikTok ライブ昨日したんですけど、 TikTok ライブの方でバイクが直りましたっていうことを言ったんですよ。でプラスでバイク直ったから、もう走ってる動画もおいおいちょっと出そうかなって言ってたんですけどまさかの本当壊れちゃったんで、またちょっと走ってる動画は上げれないんですけど、完璧に直ったら出すんでね、いつか。それまでちょっと楽しみにしててほしいなと思います。はい、ということでね、僕の愛車紹介はこれで終わろうかなと思います。本当になんか乗れなかったことは悔やまれるんですけど、まあいずれ直してちゃんとみんなに走ってるところ、まあ、僕のヘルメットのところに GoPro つけたりとかして、このバイク乗ってる景色とかいうのを届けたいと思ってるので、いずれはねそれが実現できるようにぜひ待っててほしいなと思います。はい、まあ、そんな感じでバイク壊れちゃったりとかして、どっちハプニング起きて、まあ、で結局外でのバイク紹介ができずに、まあ、いろいろうまくいかなかった部分はあるんですけど、こんな感じでね、まあ、バイク詳しい人からしたら、うわこの部品が変わってるとか、こういう部品ついてると思ったりするんでしょうけど、まあ多分バイク乗ってない方がほとんどだと思うんで、ヒカルビームズ見てくれてる人は。なので、まあ、あんま詳しいことは言わずに、まあ、バイクはこういう名前ですよとか、こういう見た目のバイク乗ってますよっていうのを紹介した感じです。まあ、最後にじゃあ僕がまたがってるとこだけちょっと動画撮ろうかな。どうしたこのバイク、かっこよくないですか。本当に川崎タイプではい、そんな感じで、まあ、緩かったんですけど、今回の僕の愛車紹介の動画は終わろうかなと思います。またなんかねバイクに関係する動画撮れたらいいなと思うので、もしなんかネタ見つけたら撮影します。ありがとうございました。